こんにちは。今回はこちら2つを引き揃えて膝掛けワンでいこうと思います。こちらはダイソーで購入しているフラッフィーカフェっていうカラーですね。こちらがアクリル 100% 40g 約 123m 入っています。かぎ針が8号になっています。こういったのを使っていきます。で、こちらはピスタチオっていうカラーです。こういうのを使っていきます。中心部分から1本ずつ糸を取り出していきます。はい、こんな感じで中心部分から1本ずつ糸を取り出して2本を1本のように編んでいきます。で、ちょっと太めになるので15号で今回編んでいきます。で、こういうふうに糸を持って糸をかけてここでグッと締めて、で、今回は鎖編み1つと長編み1つ同時に進めていこうと思います。鎖編みを1して、これは鎖編み1の分で、その上長編みしていくのに立ち上がり3目します。3目して全部で4つ鎖編みで始めていきます。で、この立ち上がり3目のところ1目として見ていきたいのでマーカーつけて進めていきます。で、糸をかけていつものようにこの1つ目、ここの裏山を手前から向こうに針を入れて糸をかけてきて、で、新たに糸をかけて1本だけ引き抜きます。そしたら鎖編み1つできました。そしたら次は長編みなので2本新たに糸をかけて、あれもここ引っかかってるな、これで2本長編みをしていきます。で、糸をかけてまた2つ目っていう感じですくっていきます。この鎖編みを2つ目作ります。引っかけてきたら最初は1本だけ、新たに糸をかけて1本だけ引き抜いて、で、鎖編み2つ目の上に長編みを1、2回引き抜いて長編みを作ります。でも今回はこの立ち上がり3目も1目として見ていくので 1,2,3 という感じで長編みのセットを何個作りましたという感じをお伝えしていこうと思います。好みのところまで広げていきます。はい、こんな感じで今回は鎖編みと長編みを同時に65目作りました。で、65目は5の倍数で決めました。で、こことは別に両端でプラス1、プラス1で進めていきたいので、この両方で糸をかけて同じように2目プラスします。こういう風に針を入れて糸をかけてきて、新たに糸をかけて1本だけ。で、その上に長編み2本、2本引き抜きます。で、もう1個作っていきます。なので全部で67個作ります。これで1本だけ引っ掛けて、あとは2本、2本。これで1段目完成です。で、次は立ち上がりを2目して進めていきます。で、これは1目として見ていきたいので、マーカーつけて進めていきます。これで編み地を返して、で、糸をかけて、立ち上がり2目はここの前段の一番最後の長編みのところなので、その次の足をこういうふうに糸をかけてこう横にすくって表引き上げ編みをしていきます。左2本また2本、糸をかけて次もこの足を横にすくって糸をかけて左2本また2本、表引き上げ編みを 1,2,3 って数えて全部で5個編んでいきます。こんな感じで5個表引き上げ編みを編んだら、次は糸をかけて裏から次の目足を横にすくって糸をかけて裏引き上げ編み引いてきたら、新たに糸をかけて左2本でまた2本、糸をかけてまた裏から取って2個目っていう感じでまた数えて裏引き上げ編みを5回していきます。 1,2,3 って数えて5個編んでいきます。こんな感じで裏引き上げ編みを 1,2,3,4,5 個します。そしたら次は糸をかけて次の目の足を横に表からすくって表で引き上げ編み、糸をかけて横にすくって左2本また2本表引き上げ編みまた5回していきます。5回表引き上げ編みしたら表5回裏5回、表5回、で、また裏5回っていう感じで交互に、こういう風に5個ずつ
目を入れていきます。裏引き上げ編み、2個目裏引き上げ編みっていう感じで、これで5個ずつこういう風に交互に表裏で進めて最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように交互に編んできました。で、今表引き上げ編みしたんですけど、一番最後は最初立ち上がり2目で始まったので中長編みを入れて進めていこうと思います。糸をかけて前段マーカー入ってたとこ、裏山を手前に置けて向こう下2本かかっているところで引き抜いて3本新たに糸をかけて引き抜き、中長編みで終わります。これで1段目2段目か完成です。で、次また鎖編みを2つして進めていきます。で、これはまた1つ目ということでマーカーをつけて、で、編み地を返して、次返したらここは立ち上がり2目のところはここなので、その次から入れていくんですけど、この裏側に持っていってるので編み地が、なので糸をかけてこの編み地通りこの糸を裏から刺して裏引き上げ編みで進めていきます。裏引き上げ編み、糸をかけて裏引き上げ編みに見えてるこの足を裏から刺してかけてきて左2本、また2本、裏引き上げ編み、糸をかけてこの5本入っているので5本同じように取っていきます。こんな感じで同じように5個編んだら、次は表に出てるように見えてるところは糸をかけてこの表に出てるこの足を表からすくって表引き上げ編み、この編み目通り編んでいきます。ここをすくって表引き上げ編み、糸をかけて横にすくって表引き上げ編み、同じように編み目通り編んだら、次は糸をかけて向こう側にあるので向こうから足をすくって裏引き上げ編み、糸をかけて裏から横にすくって糸をかけてきて、で、左2本、また2本、同じように編んでいきます。また5回同じように編んだら、次は表。こんな感じでこの段は同じように前段の通り編んで最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで3段目も同じように編んできて、今裏引き上げ編みしたんですけど、一番最後は前段と同じようにこのマーカーが入っているところ、ここに針を入れて糸をかけて針を入れて、で、ここで鎖編み立ち上がり3なので、まあ、同じように裏山を手前に置けて向こう下2本かかっているところで糸をかけてきて、3本新たに糸をかけて引き抜き、中長編みで終わります。最初は鎖編み2目で必ず始まって、最後は中長編み1つで終わります。で、また立ち上がりを2つして、で、糸をかけて編み地を返して、で、今度はこの正方形でこの逆のことをしていきたいので、表に見えているところは裏を編んでいきます。糸をかけて次の表に出ているところを横にすくって裏引き上げ編みで進めていきます。裏引き上げ編みで、立ち上がり2目のところにまたマーカーつけて進めていきますね。糸をかけて次も裏、逆のことをしていきます。裏引き上げ編み、これを5回していきます。5回裏を編んだら、次は向こう側にあるんで糸をかけてこの足を手前に持ってきて表引き上げ編み、糸をかけて5回表引き上げ編みを編んでいきます。5回表引き上げ編みしたら、糸をかけて今表に見えているのを裏に持っていって裏引き上げ編み、また5回していきます。5回したら、次は向こう側に見えているので糸をかけて5回、この繰り返しはまた最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで最後の方まで同じように編んできて、また一番最後は糸をかけて前段の鎖編み2目のところ、裏山手前に受けて向こう下2本かかっているところ、ここで引き抜いて3本新たに糸をかけて引き抜き、中長編みで終わります。で、違う柄っていうことで、こうずらして1段目っていう感じで数えて、今回は3段ずつって決めたので
同じ柄になるようにまた鎖編み2つして、この2段目同じ柄っていうことで表引き上げ編み、こういう風に進めていきます。同じ目になるように3段まで増やして、で3段まで編んだらまた柄をずらしていきたいので逆のことをして、そういう感じでずっと深さを編んでいこうと思います。これでぐるぐる往復編みで好みの長さまで編んでいこうと思います。はい、こんな感じでだいぶ大きく編んできました。でここで終わろうと思うので、最後も3段編めたところ、このブロックを見て一番最後中長編みしてるのでここで終わりにしようと思います。でベランとなってしまうので鎖編みを一つしてぐっと締めて、でまた糸を10センチぐらい残してカットします。でスッと抜いてぐっと締めて、で針に糸を通して、また糸がこう出てる方こちらだなっていうことで、こちらと同じ面に返し返して両端から離れたところぐらいに糸端が行くようにして糸始末をしていきます。こんな感じで何回か編み地を崩さないようにして糸始末してきてました。でギリギリで糸をカットして、で糸が残っているところは全部同じようにして、ちょっとね残っているところは巻き込んで編んできたので、軽く引っ張ってこういうところをギリギリで糸をカットしていきます。こうやって結び目があるところは10センチぐらい残して同じように巻き込んで編んできてます。で長く残っているところは今と同じように返し返しで両端から離れたところぐらいに糸端が行くようにして糸始末して完成させます。はい、こんな感じで糸始末をして仕上げてきました。でサイズを測ると、この幅を51センチぐらいのところで全体に置いてみたら、ここの長さが59センチぐらいありました。で糸はそれぞれ2色使ったんですけど、それぞれ4玉ずつ使い切りました。そういうところも何か参考にしていただければと思います。こんな感じで結構しっかり大きめの膝掛けは作れるので、こちら側でも使えるし、こちら側でもゆったり使えるし、柄もねちょっと違った感じに見えて面白いですよね。こう見ると縦にこの筋が出てる感じで、こうするとこの筋のところが横に見えて、めちゃめちゃこの色の組み合わせも良かったかなと思います。ヘラも同じ柄ですね。でこれも幅を変えるとマフラーとして使えると思うし、いろいろ好みによっても、色もこの今回はねこの糸を2本取りで編んだんですけど、それでこれぐらいの分厚さになるんで、糸のね組み合わせ方によっても分厚さもだいぶ変わってくると思うので、組み合わせもいろいろ楽しめるんじゃないかなと思います。好みによって色もいろいろ変えて編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。